自分の意思に反して子供を設けることのできない体にさせられてしまった私は、その苦しみの共有として家族がこの話題に触れることなく、まるで手術がなかったように生活してきたことは、今から考えれば本当におかしな話です。一人で傷ついている全国の被害者に救いの道を開きたいというのが、私がこの裁判に託した最大の思いです。病気や障害があることでその人を不良であると決めつけ、子供を残さないよう強制することは、憲法13条によって守られた個人の尊厳や自己決定権、つまり自分のことは自分で決める権利を踏みにじるものであり、決して許されません。